どうも、よしふみです。本日はですね、有明ガーデンにある泉天空の湯という温泉施設に行きたいと思います。この有明テニスの森駅から徒歩3分、今日も整っていきたいと思います。ではいざ整う。下調べした情報なんですけど、今回、ドライサウナとスチームの塩サウナがあるということで、ドライサウナはね80度から100度ぐらいの場所ですね、僕の好きなね熱めの温度なので楽しみですね。そして水風呂がね17度って書いてありました。ちょうどいい温度なんじゃないかなと思います。とりあえず入ってからねまた感想を伝えたいと思いますので、では後ほど。楽しかったね今回も。冒頭でも話したんですが、ドライサウナ、今日のドライサウナはね僕が入った時は84度ぐらいだったな。だからドライサウナの中でもまだ、そんなに暑くもなく入りやすい温度だったんじゃないかなと思います。そして、浴場もそうだし、サウナの中もやっぱ綺麗でしたね、全体的にすごくまだ新しくて綺麗でした。そして外気浴もね最高でして、もう天井からもう日の光がすごく気持ちよかったです。はい。そしてもう一個スチームの塩サウナ入ったんですよ。そうで、僕ねあんまりねスチームの塩サウナって気温ねドライサウナと違って低温でですね、暑いのが好きなんでね、どうかなと思ったんですけど、すごくね思ったより暑くて良かったですね。でちなみに、女性の方にはドライサウナがないみたいなので、女性の浴場には、塩サウナ、スチームの塩サウナあるみたいなので、ぜひ、入ってみてください。思ったより、暑くてですね、低温なんですけど、湿度が高くて汗がこう出る、汗を出している感覚があるんで、汗をかきたいってね思ってサウナ入る方多いと思うんですよ。すごくいいと思います。はい。塩サウナに入る時のポイントなんですけど、まあ、こう塩がね置いてあるんですよ。で体に塗るんですけど、なるべくね白色がですか、溶けるまでしっかりとサウナ浴をした方がいいです。そしてこれ意外と皆さん知らないんですけど、塩サウナ入った後に、まあ、シャワーで流すじゃないですか体、その後に洗うのは避けてください。もうただでさえね、洗体しているんですよ。なのでその後ね洗ってしまうと、もう一度洗うのと同じことになってしまって、逆に洗いすぎて油分がなくなってしまってですね、乾燥しやすくなってしまうということで、意外と知らないと思うんですけど、まあ、ぜひね塩サウナ入る際にはこちらの方も意識して入ってみてください。はい。ということで今日、泉天空の湯有明ガーデン、今日も最高でした。皆さんもぜひ楽しんでください。以上、吉海でした。バイバイ。